ミーザ・テレトビッチは旧ユー,ーゴスラビア出身、ボスニア・ヘルツェゴビナ国籍のプロバスケットボール選手。2002年に17歳で、ボスニア・ヘルツェゴビナの国内リーグでプロデビュー。2004年にベルギーに渡り、BC オーステンデと契約。2005から06シーズンにはリーグ優勝を経験した。2006から07シーズンからはリーガー区部のサスキ・バスコニアンに移籍。 2009年には国王俳優賞を経験した。2012年7月12日、ブルックリン・ネッツと3年900万ドルで契約。2012から13シーズンは53試合の出場に終わったが、2013から14シーズンは72試合に出場し、平均8.6点を記録し、ベンチプレイヤーとして活躍していたが、2014から15シーズンは1月に、 腸脈血栓側線症の症状を発症していたことが発覚。1月末以降のレギュラーシーズン全試合を欠場したが、その後の治療とリハビリを経て、4月22日のプレイオフ1回戦のアトランタホークス戦で復帰した。2015年7月9日、フェニックスサンズと1年契約を結んだ。低迷に苦しむサンズの中で、シックスマンとして奮闘し、 2016年4月5日のアトランタホークス戦ではシーズン通算165本目の3ポイントシュートを決めベンチプレイヤーとしての NBA シーズン最多記録を樹立した。2016年7月1日、ミルウォーキーバックスと3年3000万ドルで契約した。2018年3月10日、バックスから解雇された。そこあと病気なども患い、引退を余儀なくされた。 ヨーロッパ出身選手らしい典型的なストレッチ4型の選手でアウトサイドからのシュートを得意としており NBA 入り後の3ポイントシュートの成功率は40%近くの確率を誇る一方ディフェンスの方はルーズボールに果敢に飛び込むなどの気迫を見せるものの力強さに欠けるところが難点となっている2003年にボスニア・ヘルツェゴビナ代表に招集されて以降 欧州選手権には毎回出場している。ありがとうございます。